大谷の敬遠後のベッツさんバリーボンズを余裕で超える W。 大谷申告敬遠&実質敬遠後のベッツ7打数7安打、打率 1.000、 3本、12打点、出塁率 1.000、 長打率 2.571、 OPS 3.571。 憧れを超えていけ。大谷さんが憧れるだけある。フリーマンはもうメッツ戦は休ませて、ワールドシリーズからでええな。そしたら完全体メガボルトさんや。トラウト、ムーキー、楽しそうだね。特殊能力持ってるやん。ツーベースで OPS 下がるのくさ。データとして知ってるはずなのに、なぜか大谷から逃げてベッツと勝負をするよな。メッツはほんまゴミだわ。まさにムーキーになってるね。OPS3.57 とかパワープロでも出ねえよ。ベッツとフリーマンは仲が良すぎるから、昨シーズンみたいに互いに沈む大谷が入ってベッツがメラメラしてるから、結果的にいい感じになったな。これはミラクルベッツ。打順変更も刺さってたし、ロバーツはやっぱ名将だな。大谷が WBC 決勝の1日以外はずっと憧れている男やからな。対策は非常に簡単だ。大谷を打ち取ったら良いだけだよ。この状態のベッツを歩かせてもまだまだ地獄が続く。これが打線よ。クソコンボすぎるだろ。運営は早くなアフしろ。